今日のようなマンツーマンの講義なら大丈夫だそれにあんたは色相が濁りにくい太刀だしなでも講義だけで犯罪係数が上がるなんてそこが見えない黒い沼がある沼を調べるためには飛び込むしかない先生は何度も調査のために潜ったことがあって慣れているでも全ての生徒が沼に潜って無事に戻ってこれるわけじゃない能力差や 単純に向き不向きもある鴻上さんは深くまで潜りそうですねそれでもちゃんと帰ってくるいやどうだかな少なくともしびラシステムは俺が帰って来られなかったと判断した